めっちゃ軽いの。皆さんこんにちは、みひです。今日は C の購入品紹介をしていきます。イエーイ。ってことで久しぶりのミヒの新購入品をやっていこうと思います。今日も後ろ側にママがいます。今回結構ね、大人服からも選んでいて、ミヒ身長何センチになった？ 147.8、 はい、148センチということで、もうね、大人サイズの S とかも全然いけるので、これもね、大人のサイズ今着てるんだけど、今回は小6女子12歳購入品紹介ということでやっていこうと思います。そして今回もクーポンコード作っていただいてるので、ぜひね、お買い物される際は使ってお買い物してください。これね、これ、はい、1着目はこの大人用のニットのセットアップになります。このセーターね、ちょっと近づいてくれる、ちょっとね、透け感がある感じなので、ちょっとね、透けちゃうから、下にね、コンパン履いてたりするのね。下にね、ちょっと何かしらね、また生えてる。なんか股の部分がちょっと変な感じ見えちゃって、でも笑いすぎて、うちら全然進まない。あ、生えてない、生えてない。なんかね、変なの見えてる。着方、これちゃんと後ろ前合ってるよね。これをこうやって折っとけばいいじゃん。はい。ということで、気を取り直してちょっと紹介していきます。可愛いんだけどね、ちょっとね、このパンツの形がミヒにはでかいのか、ちょっとね、なんか変な感じで見えちゃうっていう感じです。で、あの靴をね、今回買ったんだけど、じゃーん、めちゃくちゃ厚底になってて、中がふわふわで可愛いの。じゃーん。しかもめっちゃ軽いの。そう、超軽くて、もう超歩きやすそうな。10グラムとかしかないと思う。それはないと思うけど、マジで超軽くて歩きやすそうな。履いてみるとこんな感じです。軽くてかわちい、かわいい。はい、ちょっと横見して、こんな感じ。結構どんな服にでも合いやすいし、もう今しかね、もうちょっと寒くなってきたら着れないと思うんだけど、今ちょうどよくて、もうふわふわだから、ちょっとそこまでっていう時にもめっちゃ使えるし、とにかく身長も盛れるし、めちゃくちゃ可愛いです。これ中ふわふわで気持ちいいから本当におすすめね。これは絶対使える。うん。次、2個目。はい、2個目。上がね、確か大人用で、下はね、子供用の、またスカートに見えるけどパンツになっているもので、このコーデめっちゃ可愛い。この上のね、猫ちゃん超可愛くて、ちょっと前来て、じゃーん、こんな感じ。可愛くない？これめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。で、スカート後ろ行って、こんな感じで後ろはパンツスタイルになってます。で、またバッグを2つね、オーダーしていて、このね、ハートのやつとミヒが好きなちょっとモコモコのやつがあるんだけど、こんな感じで、いつもミヒはこういう大きいバッグ、もういつも 3個目、これシーンで4個目か。え、あ、そう、4個目、4個目のこういうバッグなんだけど、次は白にしてみました。一番使えるかなって、なんか冬に使えそうなカラーだなと思って、白。これは本当に使える、このバッグは、うん、いろいろ入るし、もうどこにでもこういうバッグ最近売ってるよね。うん。シーンが一番安い。こんな感じで、ここにちょっと合わないかもしれないけど、寒い時はこういうのを着てみたらどうかなと思って、ベスト。かわいい。ちょっと大きめ。ポッケもついててね、使いやすそうなんだけど、大きめだから、でも大きめだから、こういう下なんかミニスカとか履いてるのかわいいね。これにブーツとか履いたら可愛くなりそうな感じ。可愛い。ね、めっちゃ可愛いこれ。ね、絶対使えそうなベスト。次紹介します。はーい、可愛いこのハートのニットを紹介します。このニット見た時めっちゃ可愛いなって思って、すぐカートに入れたんだけど、このパンツデニムは自分の持っているものを合わせてみました。黒のデニムを合わせて、もうちょっと着て。結構ね、スケスケな感じで穴が開いている感じなので、ちょっとね、下になんか着るものを考えてきた方がいいとは思う。結構透けるね。後ろもこんな感じで全体的にハートが入っててめっちゃ可愛いです。これさ、あれだね、なんか制服みたいな、若い子だとさ、制服みたいなスカート流行ってるじゃん。そういうの履いたりしても可愛いかもしれない。確かにね。で、なんか同じような
バッグ、ハートのバッグも可愛いなと思って、もうこれとこれで合わせるのはちょっと、やばいとは思うんだけど、ハート可愛いなって思って、関連に出てきたのかな、なんだろう、なんかね、可愛いなと思って、どっちも。可愛い、そのニットめっちゃ可愛い。こんな感じでーす。次、紹介しまーす。じゃーん、これね、もう一番使えると思う。もう学校でも使えるし、プライベートでもね、使えると思われる。ロンティー、ちょっとね、ダボっとした。でもスウェットに見えるけど、スウェット素材ではないんだよね。薄っぺらくないけど、分厚くはないっていう素材感。もう今ぴったりな素材なんだけど、これ結構ダボダボなの。ちょっとさ、出してみて。ダボダボで、ミヒダボっと着るのも好きなタイプだから、こう、インしないで着ても可愛いんだけど、まあ、ちょっと大きめだからフロントインしてもいいかなって、こういうデニムとかに合わせるときはちょっとインしてもいいし、あのミニスカとかに合わせるときは入れなくてもいいかなって感じだね、うん、めっちゃ可愛い。これ絶対使います。これもね、大人のやつだったと思うんだけど、ちゃんと作りも結構しっかりしてるっていう感じです。これおすすめ、おすすめ。次紹介します。はーい、これめっちゃ可愛い。可愛いけどね、正直一番安っぽい感じ。ちょっと生地感は本当にこう見えてめちゃくちゃ軽いです。すごく軽くて、裏地とかもなくてね、ちょっと毛がケバケバ出てくるような感じ。だけど見た目はめっちゃ可愛い。これミヒ着てみたら結構一番似合うかもっていうぐらい可愛くて。まあでも学校とかには使いやすいし、あんまり丈が短めなんだけどお腹は出ないよね、うん、お腹、そう、お腹出ちゃうと学校ちょっとね難しかったりするんだけど、なので学校用にはお腹出ないようなものを選ぶようにしてるんだけど、これめっちゃいい感じ。毛がもっちもちなの、なんかわかる、毛がもっちもちなのね。あの触り心地はいいよね、普通に。そう、なんかもちもち、そう、もふもふなんかもちもちだからね、なんかお餅みたい。え、何それ。アウターでもないし、まあでもこれは1枚でもトップスとして着るような感じかな。ちょっとふわふわだからあったかい。うん。はい、次、じゃーん。これめっちゃ可愛いね。これもね、絶対学校でも使いやすそうなジップアップのパーカーを選びました。これね、いろんなカラーあったと思うけど、ブラウンが普通に無難に可愛いかなと思って。このプリントの感じがね、安っぽく見えがちなやつとか、ちゃんと馴染んでるやつとかがあるんだけど、これはね、結構馴染んでる系のやつだと思う。で、腕のところとかにもね、結構デザインが入ってて、めっちゃ可愛い。ちょっとギャルーっていう感じのデザインになっていて、ミヒの好きそうなデザインなので選んでみました。どう？めっちゃ可愛いね。めっちゃ可愛い。絶対使える。もう、今、Tシャツとかまだ衣替えしたんだけど、ちょっとまだ暑いから T シャツとか残しといたんだけど、その上とかに着れそうな、うん、ね。ハロウィン使えそうじゃない？ハロウィン、なんかハートのさ、雲とか書いてある。そうそうそう。でもミヒ、ハロウィンにはとっておきのやつ買ったじゃん。そう最後に着ます。それは最後のお楽しみということで、これも可愛い。これもね、結構おすすめ。これ大人用だったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、これめっちゃ可愛いと思います。次、ジャケットです。はい、このふわふわジャケットです。後ろも見せて、かわいい。めちゃくちゃ形がかわいい。ちょいダボっとした感じの、こういうのも毎年のようにどこかしらで買うんだけど、このシーンの形めちゃくちゃかわいいわ。なんか腕のところとかもちょっとタポタポっとしたかわいい感じで、あとこの胸のところにデザインもあったりしてね、めっちゃかわいい。で、ある程度モフモフ感もあるので、ちゃんとあったかく、真冬は全然いけないけど、ある程度あったかくは着れそうな感じだよね、うん、形がめっちゃ可愛い。ほんとミヒに似合ってる。こういうのは1個あるとね、めっちゃ便利なのでおすすめです。ミヒも結局毎日のようにこういうの、今でもね、去年のやつ着てるけど、ちょっときつくなっちゃってるので新しく新調しました。可愛いね、マジ可愛い。これもうめちゃめちゃおすすめです。はい、次に紹介するのがこのシアーなワンピースになります。もうちょっと後ろで回った方がいいかも。回ってみ、めっちゃ可愛い。じゃん、回り方雑すぎるだろさっきの、あと猫ちゃんの可愛いトップスに合わせて、ちょっとミヒらしくないんだけど選んでみたものになります。似合うかな、ミヒ。ワンピースがね、びっくりするほど似合わないのだから、そう、ヒラヒラみたいな、プリンセスみたいなのが似合わないんですけど、まあこれはちょっとサングラス、あの伊達目みたいなのして着ても可愛くない？で、あのハートのバッグ持っていけそう、いけそう、ちょっといそうな感じではあるんだけど、ミヒの性格には合わないっていうもう変顔しかしないんで、この人今年トレンドだからね、
シアー系がもうこの今の時期しか着れないと思うんだけど、まあまあまあ似合わなくはないよ。もうちょっと後ろ行って。丈感もね、大人サイズなんだけど一番小さい S にしたと思うんだけど、いい感じで全然引きずる感じもなく、ただしゃがんだりしたりしたらね、やっぱりうん、まあでもそんなにエスカレーターとかでも気にならないかな。エレベーターだっけ、ちょっといつも分かんなくなるんだけど、あの階段の方。え、普通に似合ってる？似合ってる、全然似合ってる、その変顔とかしなければ次、はい、じゃーん、次はスウェットのセットアップになります。ちょっとね、スウェットって言ってもボコボコしてるような素材でめちゃくちゃ可愛いんだけど、さっきの猫ちゃんに合わせてセットアップ合わせてみました。もうちょっと前来て。これね、素材感もね、いい感じで結構ね、ちょっと薄めではあるんだけど、もう今の時期はね、すぐにでも着れるかなっていう感じのセットアップで、形も可愛くていい感じ。ちょっとシャツっぽい形になってるんだけど、ボタンになってて、下にほんと何でも合わせられるね。 T シャツ、ロンティー合わせて着てら可愛いかなと思います着てら着たら可愛いと思います。さっきのね、あのサンダルを合わせました。可愛い。おーおーおーみひ、こういうゆる着大好きだよね。だる着大好きね。ダルギだけど結構おしゃれに見えるから、学校にも全然着ていけるし、もう学校スウェット上下とかめっちゃミヒ着ていくからね。うん、マジでめっちゃ着ていく。 Hi Ken。 ということで次は最後、見てこのド派手なピンクのバービー、もうバービーでしょこんなのっていう感じの派手派手なモフモフのピンクのセットアップになります。ちょっと着てこれね。しかもね、作りもめちゃくちゃしっかりしてるし、触り心地もやばいし、やばい、めっちゃくちゃいいと思う。普通にあの着る勇気がある人は絶対買ってくださいっていう。でね、もう私もこういうの大好きなの。届いてすぐもうこれだけはちょっと着てみちゃった。自分でも着れるかなと思って着てみたら、私の方が似合う説うまい怒ってる怒ってる。え、普通にめっちゃ可愛いから、もうお揃いでさ、ちょっとバービーのさ、ハロウィンしてもありだなと思ってるけど、もう間に合わないよね、買っても今から。だからさ、私がケンになる？うん、この頭ガチゴチに固めてそうそうそう、はい、ボービーそうそうそう、もうほぼミヒのバービーはボビーなのよもう一回言って、はい、ボービーそんな感じの気持ち悪い何その動きそんな感じで、これで完璧なバービーが出来上がりましたということで、ちょっとサムネ用に1枚ください。ねえ、何そのガニ股ねえ、何そのガニ股やめて。ねえ、キモい内股にっこり。ねえ、絶対そんなバービー誰も買わんって怖いって。はい、こちらのバービー誰か買ってくれますかなかなかね、着ていくところはないんだけど、みーちゃんディズニーにこれ着ていこうかなって今迷ってるところで、11月だから寒いしね、ちょうどいいかなと思って、ちょっとね勇気はいるんだけど着ていくのにまあ小学生ならありでしょっていう感じで、めっちゃ可愛いの。ほんと作りがほんとにしっかりしてて、もうほんとお人形さんになれるっていう感じの。金髪のウィッグ買いたいんだよね。はい、そんな感じで今回の新購入品は以上になります。ミヒ的おすすめはこの猫ちゃんのトップね。マジでこれは本当に可愛い。プリントも超可愛いし似合ってる。あとこのダッボダボのトップス、うん、これはミヒに絶対一番着るだろうなって思う。で、あとは靴、この冬用のサンダルみたいなやつと、このいつも使ってるバッグ、白いやつ、はい、これがお気に入り。あとあれは今着てるやつはもうめっちゃお気に入り。これが一番お気に入りこれはもうね、天才。お気に入りだけどマジ着ていくとこないよな。どうする、原宿？ギリ原宿行けないぐらいやばいこれはまあディズニー限定だねこれ。ハロウィンと、え、どこ着ていくの？まあいいや、渋谷無理だわ。池袋、ウキウキ、はい、銀座無理、一番無理。はい、っていう感じで今日も見ていただきありがとうございました。はい、最後締めお願いします。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、インスタグラムのフォローよろしくお願いします。じゃあ、バイバーイ。バイバーイ。